ナンバープレート日本のナンバープレートご当地ナンバーご当地ナンバーとは新たな地域名表示ナンバープレートの通称であり国土交通省が自動車の番号表に表示する地名について対象市町村の区域を限って新規の自動車検査登録事務所の設置によらずに独自の地名を定められるよう新たに開始した制度及びこれにより2006年10月10日以降 新たな地名を表示して払い出された番号表を指す。国土交通省は2004年11月30日、それまでの懇談会審議、省内整理案公表と意見募集の結果を踏まえ、今般、地域振興や観光振興等の観点からナンバープレートの地域名表示を弾力化し、自動車検査登録事務所の新設の有無にかかわらず、新たな地域名表示を認めることとするとし、 これによる新たな地域名表示、ナンバープレートとして、次のような要項のもとに適用地域の募集を行うこととした。対象となりうる地域の基準、編集地域名の基準、編集導入の手続き、編集2017年5月30日に、国土交通省は、地方半戸ガラインナンバープレートの導入に合わせて、追加のご当地ナンバー募集を始めると発表した。 その中で従来より条件を緩和し、対象地域内の登録自動車数が10万台を超えていることあるいは、地域内に複数の自治体があり、登録数がおおむね5万台を超え、地域名表示が相当程度の知名度を有することを条件とした。緩和を受けて、翌6月には、島根県出雲市が出雲ナンバーを、千葉県松戸市が松戸ナンバーを申請することを明らかにし、 以降は申請を検討する地域が増加した。2005年5月末の締め切りまでに全国20の地域が応募した。同省は当初5地域程度の新規制定を目論んでいたが、地域の熱意を感じたとして、このうち富士山と奄美を除き、現時点で対象となりうる基準を満たしている18地域について導入を認めることとした。 先行して17地域が2006年10月10日から残るつくばに関しては茨城県の新県税システム導入に合わせて2007年2月13日から導入され運用されている。管轄する国土交通省の地方支分部局が複数にまたがるために一旦導入見送りとなった富士山について両県は2005年11月に 第8次構造改革特区要望として同省へ再申請した結果、同省は2007年3月1日に導入を発表し、2008年11月4日より交付を開始した。2県にまたがる初の地域名表示で管轄する地方支分部局も中部運輸局静岡運輸支局と関東運輸局山梨運輸支局に分かれたままでの運用となる。 全国各地から追加の強い要望があることを踏まえ、2013年2月26日に第2弾を公募。第1弾の応募地域のうち唯一未導入となった天海を含む全国11地域が応募した。審査の結果、アスカを除く10地域のご当地ナンバーが認められ、2014年11月17日より交付を開始した。地域振興に重点が置かれ、 単一自治体でのご当地ナンバー導入が増加した。これまでご当地ナンバー導入が構想されたものの実現に至っていないものとしては、日光、渡瀬、秩父、浦和、町田、鎌倉、横須賀、沿山城、雪国、魚沼、軽井沢、佐久、東美野、熊野、博多などが挙げられる。埼玉県埼玉市の旧浦市エリアでは、県庁所在地であった。 旧市時代より創設が取り沙汰されており、近年においても、浦和列や高級住宅街として知名度が高く、浦和ナンバー創設を市議会でも取り上げられている。三陸沿岸都市会議では復興支援、地域活性化のために、三、三重県は2016年5月下旬に第42回、先進国首脳会議が開催され、その終了直後の同年7月に、伊勢島ナンバー導入を、 国土交通省に要望、翌年の第3弾募集のきっかけとなった。2017年5月には募集要件の緩和が発表され、第3弾の募集を始めた。2018年5月に以下の17地域に決定し、2020年5月11日より交付を開始した。一方で、ご当地ナンバーに対して以下のように主張する批判もあり、裁判に至ったケースもある。 例として、富士山周辺の地域振興に役立っているのは、富士山の雄大な姿やご来光、世界遺産登録されたからとの動機から生まれるものであり、地域住民のナンバープレートが富士山であることは何の役にも立っていない。税金の無駄遣いである。都道府県単位でない狭い地域を表示することはその、車の所有者の在住市町村を周りに知らしめており、 在住市町村がわかるステッカーやワッペンを服につけて、道を歩く人などいないが、ご当地ナンバーはそれを強要している。鈴鹿市と亀山市のみの鈴鹿ナンバーどころか、地域内に複数の自治体があるという条件からも逸脱した下関市だけの下関ナンバーなど単一自治体でのご当地ナンバーは、ピンポイントで在住市町村を言いふらしており、一度ご当地ナンバーが、 導入されるとその地域で登録される自動車は、ご当地ナンバーを強制されるのでプライバシー侵害となる。ストーカー被害に遭っている時や煽り運転などの交通トラブルの際に個人宅を特定されやすくなる。特に、世田谷一家殺人事件の起きた世田谷区では、区議会議員と区民132人が区と、穂坂の部特長を相手取って、 損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。ありがとうございます。